ビットリオ・ムッソリーニビットリオ・ムッソリーニは、ベニート・ムッソリーニとラケー・レグ・イーディとの間に生まれた二人目の子供。エチオピア戦争では、テスタ・ディレオーネとしても知られる第14飛行隊のキア・スムレオに、弟のブルーノと共に配属された。1941年には、飛行機事故で死亡した弟を継いで、イタリアボクシング協会の会長に就任した。 1937年10月20日、ビットーリオムッソリーには映画産業での提携先を探すためにアメリカ合衆国のハリウッドに行った。ところがハリウッドの大手は彼の思惑とは違い、彼を敵対心を持って迎え、メトロゴールドウィン・ベイヤーさえも面会を断ってきた。その頃と、ベニートがナチスドイツと反ユダヤ主義者と共にフランシスコ・フランコのスペインを援護するための ローマベルリン数軸を設立しようとしていたためだった。1940年代は、ティート・シルビオ・ムルシーノの名前で、国作映画の脚本家をしていた。晩年は、妻と一緒に、フォルリのビッダ・カルペーナという別荘で過ごした。彼は、コマンダンテと呼ばれていた。1997年6月12日、ローマで死去。80歳没。彼の死後、ビッダ・カルペーナは、 ムッソリーニケガイの管理下に置かれた。ありがとうございます。